こんにちは、うさこです。今回はブルーロックポップアップ2カ所での購入品をご紹介します。この動画を撮っている現在開催されている2カ所のポップアップに行ってきました。まず1つ目が渋谷パルコで開催されているポップアップです。なんかみんな派手な感じの衣装というか、ピックアップされているのがまず一番最初のチームホワイト、イサギくん、バチラくん、ナギくん、そしてチームレッドのちぎりくん、くにがみくん、レオくん、それからトップ3の3人、りんちゃん、アリュウくん、ときみつくんですね。私の推しはちぎりひょうまくんなんですが、チームレッドなんか全体的に治安悪いぞって感じで、すごくね良かったですね。こんな柄のシャツどこに売ってんだろうなって思ったんですけど、でいろんな本当グッズが出ていて、ナップザックとか水筒、ボトルも出ていたりして、あ、これ持って東武動物公園行けってことですかって思ってたんですけど、お子さん連れの、ね、方も結構見かけました。おそらくサッカーをやっているであろう小さなお子さんがいらっしゃって、あ、そっか、そういう子がナップザックとかボトル確かに使うわって納得しました。そういう子向けの商品でもあったんだなっていうのを納得しました。私が行った時はもうだいぶ品切れしていたんですけど、その中でアクスタだけ購入してきました。こちらの治安悪いちぎりくんのアクスタです。これ最初本当は買うか迷ったんですよね。本来チームレッド3人で真ん中に国上くんがいて、もう反対側にレオくんがいるっていう感じなんですけど、まあ一人一人になっちゃうとこういう風にちぎりくんが肘置きに座るっていう感じになっちゃって、まあ、どうかなって思っていましたが、まあでもやっぱりこの治安悪い美女いいなと思ってお迎えしました。このアクスターちょっとこのまま飾っててもね可愛いなと思うので、ちょっと出すかまだ迷っているので、このままの状態で失礼します。サイズ感はそんなに大きくないですね。もちぎりくんより椅子のが多分面積取ってる、これ椅子のアクスタって感じかもしれないですね。続きましてはフルタイムというテーマのポップアップで、東京ですとか名古屋とか大阪とか何か所かで開催されているポップアップです。私は東京の池袋パルコに開催初日に行くことができました。いや、もう本当に初日の整理券もあっという間になくなったみたいで、わんさかオタクさん方が集まっていらっしゃって、とても楽しかったです。上羅の男子高校生に私も群がってきました。今回フルタイムっていうテーマで、等身の方は基本的にちょっとお着替えシーンみたいな感じで、デフォルメ SD キャラの方は眠そうな感じで、どっちもね可愛かったです。こちらではね結構いくつかお迎えしてきました。まずはちぎりくんのアクスタ、等身のものです。このね、いやね30代の女がこれ持ってて大丈夫かなっていうこれ道端とかでこれでこうやって写真撮っててなんか通報されないかな。うん、でもアクスタはちょっとお迎えしちゃいました。このちぎりくんは一つ結びにしていますね。いいですね。ゾーラ組もねいれば、露出させてもらえないのかな、事務所側から言われてるのかなみたいな。実はりんちゃんもねちょっと迷いました。今回美女がりんちゃんも良かったんでお迎えするか迷ったんですけど、ちょっと上羅の男子高校生をそんなに迎えてちょっと大丈夫かなって思ったんで、ちぎりくんのみにしておきました。でアクスタもう一個、こちらのミニキャラの方、デフォルメの方もお迎えしました。おねぼけシリーズだそうです。めっちゃ可愛い。いや、このシリーズも可愛いなと思って、これもねアクスタはお迎えしようと思っていました。ちぎりくんって寝起き悪そうでいいなって思います。この前出したオタクだな動画の通り、もうちょっとちぎりくんのグッズ今置く場所がないので、一旦ちょっと開けずにこのまま保管しておこうと思います。そしてあとはもうブラインドなんですけど、缶バッジをいくつかお迎えしてきました。おねぼけシリーズは3つ買ってみました。こちら今から開封していきます。ピックアップされているのがイサギくん、バチラくん、ちぎりくん、ナギくん、レオくん、そしてリンちゃんですね。おねぼけの方はあれですね、国神くんとサエくんも加わっていますね。
やっぱちぎりくんが欲しいのと、お友達の分でレオくんやなぎくんが弾けたらいいなと思います。はい、では一袋目です。はい、あ、いさぎくんです。かわいい。え、これどういうこと。あー、歯磨きしてるんだ。すごい、もうこんな眠気まなこな状態でもう歯磨き始めちゃってるんですね。かわいい。イサギくんは等身では露出がなかったので、この腹チラが限界かなと思います。そして、2つ目、あ、りょうくんだ。りょうくんの、こんなだったっけ。りょうくん、おお、結構こっちもりょうくんは上裸だったんですね。すごい、起きた瞬間かな、この、 服さっさと脱いで、着替え始めて脱いですね、丁寧にね、スウェットを畳んで、可愛いですね。なんかちょっとお母さん味があって可愛いレオくんです。よかった。あー、ちょっとちぎりくん欲しいです。じゃあ最後、いきます。ちぎりくん。あー、はははは、はちぎりくん2個目でした。というわけで、まずお寝ぼけの方の開封でした。そしてもう1種類ですね。こちら、等身の方の缶バッジも4つ購入しましたので、開けていきます。では4つ開封していきます。まず1つ目、まず1つ目はこちら。あ、りんちゃんだ、りんちゃんだ、あ、嬉しい。あ、ちょっと缶バッジの方でね、りんちゃん欲しいと思ってたんで、あ、めっちゃ嬉しいです。わー、りんちゃんだ、この腹筋すごっ。あらあらあら、あら、なんかこの、何この著作権マークがカルバンクラインのなんかパンツのあれみたいになってて、すごいですね。ではこのままちょっと上裸組で続いてくんないかな、どうかな、いきます。2つ目、あー、イサギくん、イサギくんです。これ、あの、本当露出がないイサギくんです。あの、いつものイサギくんだなって感じですね。では続いて3つ目です。今んとこかぶりはないが、あ、こっちでもレオくん見ちゃった。あら、がっしり体型でいいですね。レオくんって結構がっしりした体型だなって思っています。多分骨格もしっかりしてるんだろうなと思うので、実際にいたら185cm あるし、かなりがっしり何回がっしりっていうんだそうっていう感じかなと思ってます。じゃあラスト、あ、ちょっと待って、ちぎりくんが1個も来てないよ。そろそろちぎりくん来てくれるかな。あの、よく弾くんですよね。ここまで出てなかったのが不思議なくらい、わちらくんよく弾くんで。これ、インナーだけの状態なんですね。わちらくんも、あの、足のサポーターとかもね、見れて、すごいいい美術だなと思いました。というわけで、等身の方はこんな感じでした。あー、ちぎりくん、もっと弾けなかった。あー、ちょっと、今回はちょっとちぎりくんのターンではなかったようなんですけど、イサギくんとバチラくんはやっぱピックアップされることがそもそも多いんで、よく弾くんですよねなんかイサギくん推しの方とかバチラくん推しの方と仲良くなりたいですなんなら、あの、エゴイスティック4のメンバー国神くんも加えて、その4人が推しの方とかとお友達になれたらめっちゃいいなっていう願望があります。もう、あの、私たちもエゴイスティック4になるぞみたいな、まあ、できれば私も同年代の方だと嬉しいので、全然、あの、オバーイスティック4でやらせていただけたらなって思ってるんですけど、最後にこのフルタイムのポップアップでは特典として3300円ごとに1枚ポストカードがもらえました。私の会計だとね、2枚もらったんですけど、こちらも1枚目はレオくん、そして2枚目はバチラくんでした。あの、特典ポストカードも、なんかいつもバチラくんなんですけど、あの、私といるとバチラくんかなり弾けると思います。というわけで、ブルーロックポップアップ2カ所への購入品紹介でした。ここからも引き続きブルーロカツ楽しみましょう。このチャンネルでは大人オタクの QOL 爆上げを応援しています。推し活 Vlog や購入品紹介など投稿していますので、ぜひ他の動画もお楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。